今日も全国的に危険な暑さとなりました。気温は夜に入っても下がりにくいため、引き続き熱中症に注意が必要です。暑さが違いますよね。昔の僕らが小さい時の土のね、時代の暑さとは。東京では午前中にすでに35度を超え、猛暑日となりました。熱中症で病院に搬送される人も相次ぎ、午後3時現在、都内で84人が搬送されました。気温は全国で高く、高知県四万十市で 37.9 度、愛媛県愛南町で 37.6 度など、134の地点で猛暑日を観測しました。一方、関東などでは局地的に雷雨となっているところもあり、熱中症に注意するとともに、落雷や浸水被害にも注意が必要です。